23700番まで。外国人記者を見たプラス、なぜ今解散なのか、総理だけが持つ解散権、外国人記者はどう見るのでしょうか。 It's going to be a parliamentary style debate. Let's go. こんばんは、司会のパトリック・ハラです。こんばんは、 TBS アナウンサーの出水舞です。そしてこちらの皆さんが今日お越しいただきました外国人記者の皆さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。そして初登場の方がいらっしゃいます。インドご出身で作家でコラムニストのサンジーブ・シンハさん、1996年から日本にいらっしゃっています。よろしくお願いします、はい、そしてゲストはこの方です。毎日新聞専門編集委員の与良正夫さんです。ようこそおいでくださいました。よろしくお願いします。私も初めてです。よろしくお願いします。さあ、ではまずはこちらのコーナーからです。さて、今週関心が高かったニューストップ5はこのようになりました。はい、まずハリケーンが過ぎ去った直後にメキシコに大地震が来ましたね、うん、そうですね。日本でも大地震の経験のある国なので、どこかで大地震が起きたらすぐ支援チームを派遣するのは、うん、とてもいいことだと思うんですけれども、うん、メキシコでも速報システムがあるんですけど、残念ながら今回は助からなかったということです、うん、はい、うん、そして新党に党首として小池さんが起用されるんじゃないかという噂もありまして、孫さんどう見ますか。どうしてこの小池さんをお願いするというのは、やっぱりこの彼女の人気、それで、うん、こうすがりたいというところがあって、だから皆さんも、日本の皆さんもよく考えて、政治家を選ぶときに、その人気というより中身、その人の本当に素質を、その本当に国民のために働けるかどうかを基準に人を選んでいただきたい。政党も同じです。なるほど、そして何て言ってもトランプが今週目立ってます。国連総会で、名指しで金正恩をロケットマンとけなしたり、はい、その後金正恩も強く反発してますけど、シムさんどう見てますか。まあ本当に大人げない感じですね。だから本当になんかエンジンが音が批判してるような感じで、それ結果的に実際にじゃあ交渉に入るときに、ここまで孤立してしまうと本当に交渉とかできるのか、うん、だからその金正恩がそのトランプに対して本当に憎しみができた場合、交渉できるのか、うん、だから今いろいろ軍事行動とかのいろいろ話が出てますけど、まあ、最終的に本当に平和的に解消、まあ、しかないと思うんですよね、まあ、それももちろんその制裁とか、まあ、場合によって臨権も入れることもあると思うんですけど、ですからこういう言い合い合戦になると本当に交渉できるのかなって非常に私はちょっと懸念しますね。史上最高のディールメーカーだと、はい、自称しているトランプ大統領なんですけど、今回本当にその交渉に持ち込む気はあるのか。最近の北朝鮮の行動を見ると、もう本当に世界中のシステムが壊れつつあると、うんうん、それがすごい感じてきてますね、うん、まあ、長年国連がある程度力があったし、例えばまあイランの戦争の時も、アフガニスタンの戦争の時もある程度国連の存在感がありましたが、最近全然薄くなってきまして、うん、まあ、そこでこの北朝鮮の問題でまた国連の必要性が出てきた感じがしてますね、うん、直接アメリカと戦ってるし、直接日本と戦ってるし、うん、まあ、その北朝鮮にどうやってコントロールできるのか、まあ、ようやくまた国連の出番が少しでも出てきた感じがしますね、うん、意外とそれはトランプ大統領がもう全く賛同しそうなご意見なんですね。これが国連の役割だ、どうやるのか見てみようって言ってましたね、ティムさん、うん、まあ、これはトランプの演説はその場でいろんな大統領とか独裁者とか首相は演説した、だからそういう有名な演説なんか、そういうカストロもそういう有名な演説、4時間半にわたって、でもそれを超えて、まあ、エンターテインメントとしては最高ですよね。でも大統領の演説としては最悪で
ですよね、うん、あの本当に分かっていないという感じで。でもまあその語り方は確かに品格がない、ね、あのどっちかというと今までのアメリカ大統領というよりも、ベネズエラ大統領とか、うん、キューバ大統領とか、イラン大統領とかそういう国々の方々の喋り方に似てましたけど、北朝鮮とか北朝鮮とかね、うん、でもヨナさん、はい、翌日安倍さんも総会で演説を行いまして、はい、安倍さんも結構挑発的の、はい、ね、トランプさんのパフォーマンスがどうだっていうのは別として、うん、多分トランプさんに一番近いのは今安倍さんですよね、あの世界の首相としてね、世界の首相ね、はい、で、まあ、圧力と対話とは昔前から言ってましたけれども、うん、だん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 強くなってるわけです圧力がね、うん、で対話のための対話はしないとこの間まで言っていたと。で今回はまあ実質圧力一色でしたよね、うん、でまあ、トランプさんに極めて近いと思います。ただその情勢をどういうふうに本当に見てるのかね、そういう中で解散して総選挙しようって言ってるわけですよ、うん、まあ、よく言う政治空白は当然生まれますよね、うん、なんでそれでも大丈夫か、日本で言うと J アラートがこう鳴り響く中でね、うん、解散総選挙 やってる場合かっていう議論あるわけですよね、うん、それでも大丈夫だっていう根拠があるのか展望があるのか、もっと厳しくなると思ってるのかね、来年になればね、うん、そういうところをやっぱりぜひ記者会見かなんかできちんと説明してもらいたいなと、うん、どういう情勢も認識を持ってるんだと。それから、まあ、もちろん表の場だけじゃなくて外交っていうのは水面下での交渉も必要ですよ、うん、だけど日本が独自になんかパイプ持ってるようにやっぱり見えないね今ね、うん、かつては多少はあったんですよ、いろんなパイプがね、党のパイプとかね、それが何にもない感じがするんですよ、うん、そういうことを、まあ、やってるのかやってないかも含めてどういうふうに情勢見てるのかって、でその圧力をかけた先の展望がどうなのかっていうところをぜひやっぱりきちんと解散して選挙する前には説明すべきですよね、はい、うん、さあ安倍さんの記者会見も注目しますけど、はい、その前にやっぱり安倍内閣、うん、ね、臨時国会、そして解散どうなるのでしょうか、はい、さあお知らせの後はなぜ今解散なのか、総理だけが持つ解散権、外国人記者の皆さんはどう見ているのか聞いていきます。私はそういうの疎いんですけど、売り出すらしいよ、この頃みんな言うんです、売り出すらしいわね、売り出すらしいな、私も気にした方がいいでしょうか。その知らせを日本中どこまでも、日本郵政株式の売り出しを行います。株式に関するお問い合わせはご覧の証券会社まで。パルスウィートカロリーゼロ、甘さが欲しくてつい買っちゃったけど本当に料理に使える？こんなに少なくていいんだ、ふりゃ、加熱 OK？ おお、甘みしっかり、食べてる食べてる、おつゆまで飲んでった大丈夫、カロリーゼロが料理を自由にする、パルスウィートカロリーゼロ、もっと早く言いなさいよ、味の素パルゼロ、リトイルリブエル。はぁ、あ、どうも、ヤクミツルです。髪の印象で人からの印象は結構変わります。私の髪は危機一髪でした。そんな私を間一髪で助けてくれたのがスヴェンソン。スヴェンソン、薄い髪をかっこよく。ヤクミツルもスヴェンソンで変わった。決まってる、知らんわ損、スヴェンソン。日本歴史鑑定、今回は信長の才を見抜いた男、斎藤道三。マムシと恐れられた道三と信長の奇妙な共通点、信長に託した遺言とは。安倍総理、なぜ今解散なのか、そして世界はどう見る。衆議院の解散についてはいちいちお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、帰国して帰国後に判断したいと考えています。しかし永田町はすでに選挙モードに突入。野党からは議論もせずに解散をするという国権の最高機関を愚弄する行為である。でこんなにもね、道理の立たない冒頭解散ってのはないと思いますよ。まさにそういう点では大義なき解散だと。突然の解散への疑問は与党からも。何のための解散か。
説明する責任が我々にはある。街の人は。僕は賛成ですね。なんで解散するのかわからない。そうですね、今やる必要があるのかっていう感じですね。意味わかんない解散。解散について問われた菅官房長官は、解散は総理の専権事項です。憲法で保障されています。一方、世界に目を向けると、Measures will be brought forward to introduce fixed term parliaments of 5 years to restore trust in democratic institutions. 総理だけが解散権を持つ日本。外国人記者は今回の解散をどう見るのでしょうか。まずはですね、過去に衆議院での解散たびたびありました。その際の通称をご紹介してまいります、はい、こちらです。まず1953年2月、吉田総理の時の解散はバカ野郎解散、1986年、中曽根総理の時の解散は死んだふり解散、その後宮沢総理の時は政治改革解散、森総理の時は神の国解散、さらには小泉総理の時にはですね、2005年ですね、郵政解散がありました、うん、そして安倍総理は2014年にアベノミクス解散を実施しています。そうなんですね、はい、この辺は自らネーミングを考えてますけど、うん、付けられたものも多いんですね、メディアとか、世論によって決められたものなんですけど、今回は、まあ、VTR の中でも意味わかんない解散と言ってる方言いましたが、皆さん今回の解散に名前をつけてもらうことになりました。皆さんよろしいですか、はい、一斉に発表しましょう。よーいどん。なるほど。じゃあまずシンハさんからいきましょう。目覚まし解散。今の世の中、特に今安倍総理が国連から帰ってきたところもありますし、トランプ大統領の本当に、自国主義の政治もありますし、ブレグジットもありますし、国連がどんどん弱くなっているところ、北朝鮮の問題、やはり政治がとても大事な時期ですね。と安倍総理がもう前の選挙で当選された時からもう結構新しい政治の流れが、まあ、日本で本当に政治家が大事になってきた流れの象徴的なところがありましたが、まあ、最近の首相の任期を見ると結構短かったことにずっと続きがあって、まあ、ある時期私も日本に来た時は日本人の一般の方が首相は誰だかとあまり気づいてない時もありましたんですね。ですからそれに比べると政治がとても大事な時期をやっぱり国民にちゃんと気づかせなければいけないと、そういうところも一つ大きくあるじゃないかと思います。ということはこれは安倍さんが国民を目覚めさせるための解散だということ。そうですね、政治が大事だと。その、まあ、確かに目覚める効果があったらありがたいんですが、続いてはカリンさん、自分利益解散、そう、自分利益解散というのは安倍総理は、一時的に支持率はだいぶ下がりましたね、はい、今は回復してるつつありますので、今の議員の任期の末まで待ったらリスクが高いから今するの方がいいと本人は思ってる、ただ私は信じられないのは、日経新聞の13日に安倍総理のインタビュー、独自インタビューが出て、その中で解散は全く考えてないと本人が言った。それは本当に国民をバカにするんじゃないかなと思います。まあ、驚くことじゃないと思うんですけど、まあ、よく言われてるのがその肯定不愛と解散は嘘ついてもいいってよく言われてますから、驚くことはないと思うんですけど、ね、まあ、よくありますよね、考えてない考えてない解散ってなりますよね。だから清水さんはいつものことだということなんですね。いつものことだと通常解散と、はい、清水さん、この通常解散というのは全く驚くことゼロ。いや、ですからもう3年任期が近づくと、もうそろそろ解散ということがもう当たり前のことですし、そしてまあもちろん任期も少し上がってるし、それでまあ北朝鮮の関係ではまあ緊張感が高まって、まあ大抵はその緊張感、外交的安全保障の関係で緊張感が高まると指導者の支持率が上がるんですね。アメリカも同じなんですよね。以前もブッシュはジュニアがやはりこういう以降はすごくテロを煽って支持を上げようとしたっていう例もあるんですね。孫さんはやっぱり自己中解散だとちょっとカレンさんに似てるような意見です。そうですね、やっぱりこう
野党が批判したように、あの家計問題隠しとか、うん、そういうあのことから見るって見ても、あのあとはその支持率今あの回復して高くなったとか、それはやっぱり一番選んだのはそれが必ず勝つということ、うん、それであと自分の第3回以降あのもっとあの長く総理大臣になるように、うん、それを解散するとしか見えないんですよね。だから全ては国民というより安倍さんのために行われた解散としか見えないです、うん、なかなか厳しいご意見ですが、はい、ティムさんは雲の切り目解散と、うん、いうことはどういうことですか。今はあの支持率はちょっと上がったんですよね、うん、まあ、50% 台までいて、でその前のいろんなスキャンダルがあって、まあ、そういう雲ですね。で次はまた雲がこの先に待ってるんだそう、で例えばあの小池さん の、うん、あの新しい党を新党ができるとまた持ってくる。11月にトランプ大統領は日本に来日するということで、その場で何が起こるか分からないんでそれもなんかちょっとリスクあるんですよね。まあ今はそういう民進党の混乱が起こってから、まあそう与野日本には与野党がない状態ので、なるほど、だから今ちょうどいいチャンスですよね。こうちょっとだけ金正恩はちょっと覗いてるんですよね雲の間から、うん、 まあ、あれ覗いてるのは太陽じゃなくて金正恩の顔だったんですね。いつ登場するか分かんないんですよね、うん、なるほど、ね、なるほど。そして最後に与良さん、はいはい、森掛食い逃げ冒頭解散、まあ、親父のギャグをなんか説明するのもあの申し訳ないんですけどあの森掛ってもちろん先ほど出たね、うん、森友学園と加計学園問題であると、うん、で森そば加計そばにかけてるわけですけど、なるほど、でそれをまあ食い逃げする、まあ、要するに一番異例なのは、まあ、この問題は国会で全く審議せずに、あの代表質問も行わず予算質疑も行わず、うん、冒頭で解散するっていうのは、はい、まあ、まさに解散権のやっぱり乱用であるという意味で、うん、冒頭解散だと、うん、暴走解散と僕は言ってもいいと思いますけども、僕とても参考になりました。あの目覚まし解散という意味では確かに一方でその通常解散とも言えるわけです、うん、でそれがねこういう解散が私たち政治記者も含めてずっと当たり前のようなことだと言ってきてしまったわけですよ、うんうん、僕もだから、だけどそれって本当は実は世界的に見るとちょっとおかしいんだよね、おかしかったんだよねということを気づく目覚ましになる解散であれば、それはいいことじゃないかなというふうに思います。なるほど、まあ、解散をきっかけにやってるこの番組も目覚ましになるといいなと思ってますが、うん、世界から見てこの解散は総理の専権事項というこの政治の制度はどうなんでしょうか。そうですね、あの先ほど VTR にもイギリスの例がありましたけれども、うん、イギリスでは2011年首相の解散権を制限する法律を制定しました、ね、はい、これによって議員は選挙を気にせずに政策に取り組んで任期を全うできるようになったということなんです。ティムさんに詳しく伺いましょう、うん、はい、やっぱりあの皆さんのご指摘通りイギリスも昔その総理の、まあ、そう突然解散するあのケースもありますからね、イギリス。それはやっぱり自公中解散だったりする。そう、なんかそういう自由の、まあ、水準の利益解散とか、うん、なんか一番あの今解散して選挙をすれば、うん、もうあの席はいっぱい取れるということ。あのブレジットの意味を問う、解散もありましたけど、解散選挙もありましたけど、うん、あれは誰が決めたんですか。それはメイ首相が決めたんですね。あ、じゃあまだ決めれるんですね。首相がじゃあ解散したいって、うん、であのその議員が3分の2が賛成だったら解散はできるの、うん、今そういうシステムになって、だから与野党もやりましょうよ、戦いましょうということで、野党の賛成がないと解散できない。でイギリスの場合はそういうちゃんと与野党が強い、なんか国民にアピールもできるし、うん、あとまあ今回は名の解散は合算だったんですね。合算でしたね、もう大敗を喫しましたね、うん、だから今今回安倍にもそういうリスクもありますね。隣のフランスはどうなんですか。フランスはまあ解散はできますけど、大統領の権力ですが、ただ一人であの決めることはできません。あのまず、参議院と衆議院の両院の委員長と、会談しなければいけない、しかもあの、まあ、政治の危機がない限り解散はしない。あの
例えば1962年から今までは5回しかないの解散、うん、だからもう今のまま国を運営することができないと思ったらその時だけは解散する。インドはどうなんですか。インドも首相が基本的に首相が全て国としての主権力を持っているのが首相ですね、うん、でも一方大統領の立場もポジションもありまして、うん、でも大統領が最近この数十年もあまり力を持っていない雰囲気になってまして、ほとんど首相が自分の都合で大統領を決めることになってます、うん、と解散の方法は首相が大統領にお願いするというかアドバイスすれば大統領が解散できるような仕組みに、まあ、日本と似たことはあります、うんうん、首相としては任期のギリギリまで解散したくない、うんうん、ですから権力があったとしても、まあ、日本が首相が自ら解散を行うことはインドではもう信じられない、考えられない。やっぱり与良さん、はい、異例ですね。数少ないですよね。ドイツも解散できますけども、やっぱり解散のためにはものすごくハードルが高いですよね、うんうん、なぜかというと、例えばドイツの場合ですけれども、やっぱりナチスドイツの反省なんだと思うんですよね、うん、ナチスドイツってのはクーデターで政権を奪ったわけでも何でもなくって、うん、正当な選挙で、しかも当時戦前一番民主的だと言われたワイマール憲法下で、正当な選挙でどんどんたくさん票を獲得してね、議席を獲得して最後憲法停止までしちゃったわけですよね、うん、まあ、そういう反省からやっぱり選挙たくさんやればいいと思うんじゃないっていうのは多分あるんだと思うんですよ、うん、だから日本の場合ね、どうもね、本当先ほども言いましたけどもね、例えば解散権は殿下の宝刀だとかってさ、うん、言うじゃないですか、はい、日本人って刀好きだからね、だからで専権事項だとかってもう言いますけれども、うん、憲法のどこにもそんなこと書いてないですよね。そうなんですよね。浦さんからそもそもこのようなご意見いただいてます、うん、そもそも解散権は憲法に書かれていないと、はい、ない、ね、はい、今何を根拠にしてるかっていうと、うん、憲法の7条というのがありまして、はい、7条に天皇の国事行為というのを定めてあります、うん、天皇は内閣の助言と承認により国事に関する行為を行うっていっていくつかの中に一つとして、うん、衆議院を解散することと書いてあるわけですよね、うん、なるほど。だから天皇がするわけですよ、うん、でだけどその天皇の国事行為っていうのは内閣の助言と承認が必要だと書いてあるから内閣が助言するんだと。でその内閣のトップは内閣総理大臣だから閣議で決めた上で総理大臣が決められるんだっていう理屈なんですね。戦後ずっと実は宮沢内閣の時っていうのは内閣不信任案は可決されましたけど、それでもその時に憲法7条に基づいて解散するっていうふうにまあ言い張ったんですね。そうなんですね。今69条じゃなくて不信任案がなくてもそのまま解散できることになって、まあ、結果的にね、いつでも解散できるというふうに、まあ、結果としてなっていて、いつの間にか専権事項だとなり、どこの法律にも書いてないのに、うん、解散については嘘ついてもいいと、うん、それは憲法改正は必要になりますか。そして今そういう議論も出てます、うん、この解散権を制限するためにもう憲法改正するんだったらそこから始めようじゃないかと民進党の一部の議員なんかは言ってます、うん、でもまあなんていうんですかね、肌感覚で言うと、うん、友達みんな集まって草野球やってるところで、うん、ちょっと自分のチームが負けそうになって、うん、もう解散してボールとバットを持って帰るようなもう子供の行為にちょっと見えちゃうんですよね。孫さんどう思いますこの制度は。そうですね、やっぱり私から見るともしそのまま解釈すれば首相のその専属権限って解釈すると、それはちょっと独裁っぽくなるような気がします。やっぱりもちろん今民主制度は世の中で一番いい制度ですけれども、だけれどもそれ直す改善する余地はたくさんあるんですよね。例えば日本でこれまで出てきた問題、それほど国民に反対されても安保を問うたことに対するその歯止めとか、このようなまあ権力者が自分の都合のいい時だけ解散をできる権利を制限する仕組みとか、そういうのがちゃんとこう世界のセクシステムを見ながら日本のシステムを改進すべきだと思います。シムさん変えるべきですか、日本とかヨーロッパの例をもとに。
日本も、うん、だからどう見てもその憲法が改正する必要になってくるかもしれないし、そして私もちょっと不思議に思うのは、うん、なぜ今の時期にこれが出てきてるのか。私もまあ20年以上、まあ、日本の政治とか取材してきたんですけど、うん、69条とか7条って話ってほとんど出てこなかったんですよ。出てこなかったし、そしてあの野党だって野田さんだって7条の解散やってるんじゃないですか、うんうん、だから なんかその文句言う筋合いは野党にあるのかって。なるほど、ちょっと、まあ、だから今までもあの一番都合のいい時にやってきたではないかというのが、うん、まあ、あの仕方がないんだっていう人もたくさんいるわけですよ。だけどそういう前例をずっとずっと続けてていいのかということですよね、うん、で今回の場合はやっぱり極めつきでやっぱり先ほど言ったように僕も自己中だと思うわけですよ。もう少し今までは、うん、あの考えた冒頭解散でも与野党で相談した上で、まあ、あの解散しましょうと決めるかね、うん、いうようなことをもうちょっと、まあ、大義なるものを考えた気がするんですよ。あまりにもやっぱり自分の都合だけでやってんじゃないかというのが、うん、まあ、この僕のみならずこういう話が今出てきてる背景にはあると思います。だから本来は、うん、あのだから有権者が本当にこれがひどいと思った場合に、うん、まあ、あの与党をあの落選させるっていうことですけど、しかし、まあ、野党がしっかりしてないから選択肢がないんですよね。ですからもう消去法なんですよ。だから本当にこの制度も嫌だと思ってその勝手に解散するなと国民を怒って落とせばいいんだけど、落とせるような相手の選択肢がないと、そういう状態ですね。消去法です。でも一方はあのやはりどこかでその解散の権利を与えなければいけないですね。まあ、プロセスはあの選挙にお金かかるとか時間かかるとかそれは別にして、それよりもその内閣だったりその衆議院会の品質だったり、そこがあの国民とのどこまで意見が合ってるか合ってないか、そのことがもっと大切ですよね、民主主義として。ですからどこかで解散する権利があるはずだし、それは4年間とかそういう決まりがもう決めてあるんです。決まりがあっても、まあ最近の世の中は変動が激しいですよね。あのいきなり何が起きているか、あの元々のメンデットが本当にあの予定通り進んでるか進んでないか、いろいろ問題がありえるから、ですからあの途中で解散する権利はどっかにあるべきだと。権利は間違いなく国会、まあ、イギリスみたいな国会が決めるべきです。国会が決めてもいいし、まあ、今回みんなが納得するなら大義がある解散なんですね。やっぱり納得っていうのはやっぱり必要で、選挙っていうのはやっぱり民主主義の一番もう本当に最高の行事なわけですよね。民主主義は基礎ですよね。それがみんななんでっていう中でやるっていうことそのものが、僕はやっぱり民主主義的ではないというふうに。先ほど由良さんから大義という話ありましたけれども、明日の会見で解散の大義についてどのように説明するのでしょうか。一体何のために解散する？結果本位の仕事人内閣であります。そしてしっかりと結果を出していく。内閣改造からわずか2ヶ月。仕事人が仕事をしないうちになぜ解散なのか。安倍総理が総選挙の争点にしようとしているのは憲法の改正や教育の無償化、消費税増収分の使い道、北朝鮮情勢の緊迫化です。これに対し野党は、森友加計学園の議論を誤解したくないという、そういった総理のまさに敵前逃亡、自己保身、そしてまた疑惑隠しの解散だと言わざるを得ません。自民党の元総裁からも、それを一度も丁寧な説明もしないでですね、これ冒頭で解散すると、これはあの私には理解できませんね。これに対して二階幹事長は、我々はそんな小さなというかね、問題を隠したり何したりってそんなことは考えておりません。一連の疑惑を小さな問題と切り捨てました。国民が置き去りになったままの解散総選挙、外国人記者はどう見るのでしょうか。
さて、明日安倍総理は会見で国民に解散の理由を説明することにはなっているんですが、臨時国会で説明するとされていた加計学園問題ですとか森友学園問題は置き去りになりそうです。代わって安倍総理が争点にしたいと言われているのがこのようなことです。北朝鮮の危機ですとか、消費税の使い道、さらには憲法改正です。カリンさん、やっぱりちょっと逃げてる感じがしますね。あ、もちろんそれはありますね。あの家計問題と森友学園問題はあのその話はしたくないというのは確実だと思うんですけれども、おそらく明日の記者会見の時に総理はまあ消費税とかあのアベノミクスとか、あのまた経済第一って言うと思いますけど、じゃあそうだったらあの来年もあの、解散せずにあの、議員の任期、ま、の末まで待ってて、それもその時にあの消費税の議論はまだできる1年後あの増税する予定なので、なんで今あのそうする。むしろあの今の時期は仕事人の内閣とあの一生懸命仕事してその増税ができる状況を作るのは大事です。これちょっと あまり良くない、よろしくない状況ですね。あの今の日本の首相に対して一つとても大きな問題は外交ですね、今大変な外交の状況の中でその発言力だったり、まあ、海外との関係だったり、その外交政策がとても大事、森友学園の問題だったり、加計学園の問題だったり、それは ある程度わざとじゃなくて、まあ、ミスだったということがよく、まあ、みんなさんの判断でもありますが、ですからどこが大事にするのか、ある意味ガバナンスとコンプライアンスが、これは新興国と先進国を比べれば分かりやすいですが、先進国は長年にわたってどんどんガバナンスとコンプライアンスがどんどん厳しくなりつつ、まあ、大手企業に対しても政治家に対しても、あの政府に対しても厳しくなりすぎてるじゃないかと。ですからそこはガバナンスとコンプライアンスの小さな問題でも大きな話題になってしまって、でも一方その外交とかがもちろんガバナンスとコンプライアンスで測れる問題じゃないから、そこの優先順位とか大切さがあの変な方に下がってしまっている。だからそうバランスが悪いですね。ですからあの新興国とか、まあ、世界中の立場で見るとこの森友学研の問題とかがそこまで大切じゃないかなと思います。小さい問題だと思わないんですけれどね、結構あの政治家として根本的にアウトですよね。そういうあの、まあ忖度かどうか分からないんですけど、でも結局その数字が小さいとしてもやっぱり体質が問題になってるんですね。そういう体質になってるならこれは大問題なんですけど、与良さんどうなんですか。はい、やっぱりこれは安倍一強と言われてるその体制そのものを象徴するものなんですよ。もしかすると官僚はね、安倍さんずっと長くあの政権続きそうだから、もうこの話はまあ安倍さん都合のようにあの本人が頼まなくってもね、あのしちゃうとか忖度ってやつね、あのっていうようなことってのはもう安倍政治を象徴するもんなんですよ。だから権力の使い方っていうのがもう解散権も含めてやっぱりもっと抑制的にしてほしいっていうのは僕は願ってるわけですよね。だからそこの要するにまさにあの盛りかけ問題っていうのはそれをとてもなんか象徴してるんだというふうに僕は思いますね。だから小さい問題とは決して思わない。なるほど、大きな象徴になるような、まあ、小さな問題かもしれないですけど、それが大きな体質の、その欠点を晒してくれる。でもシムさん、あのモスクワにトランプタワーが建てたいがために外国と手を組んでアメリカの選挙に介入した疑惑を持たれている大統領の国から見て可愛らしい問題じゃないですかね。いや、大抵日本のスキャンダルって本当に、まあ、場合によってくだらないものが多いんですよ。本当に小さい問題なんですよ。希望が違いますよね。はい、希望も小さいし、それであのこれが野党が本当にもうスキャンダルをそれを、まあ、なんていうの、上げ足をずっとしようとしているのが私も非常に問題だと思うんですよね。それで本当に有権者がじゃあこの盛りかけどんぶり問題があのそれだけ大きいと思えばじゃあ落選させればいいんですよ。だからそこで、まあ、落選するか、あの、あれみそぎになるかどちらかですよね。ということは、だからそれでまたあの、まああの国会また開会した時にまた取り上げればいいんじゃないですか。ということは野党にとっては今回の選挙の大義は安倍首相が言ってるこの3つではなく、やっぱりここだと国民にアピールして、まあ皆さんの、いや野党それで訴えればいいんじゃないですか。だからそれどれだけ効果があるか私非常に疑問だと思うんですよ。なるほどね、結局逆効果になるかもしれない。
ある意味この解散に従って、まあ、国民が判断すればいい、うん、もちろんそういう民主主義の根本的な、うん、流れですが、そういうこともちろんチャンスだし、でも一方は日本の国民ももっともっと世界中の外交の問題をもっと気づくべき、うん、あまりちゃんと理解されてない、北朝鮮の問題だったり、うん、今の、まあ、トランプ大統領の自国主義の問題だったり、あのブレグジットの問題だったり、それは日本の国民のあまり理解されてないじゃないかなと、うん、確かにその北朝鮮の危機は選挙をしても選挙をしなくても何も変わらないんですよ、ね、だから日本の対応できることはもうすごい限られてるので、確かに、うん、安倍じゃなくてもあの別に人が首相になっても何も変わらないんですよ、ね、確かに、だから彼の都合にはいいんですよ、むしろ日本で、うん、政治危機になるのはやっぱりあの北朝鮮は喜ぶと思います。なるほど、日本の内政が乱れてるのはそれは向こうにとってチャンスですね。チャンスです。なるほど、まあ、それはあればあるこそ日本の政治の国内の政治がとても大事だと、うん、ですからそこは ある意味今のところ日本の国民が大事にしてないならばもっと大事にする必要があるから、ですから今回の選挙に、うん、この北朝鮮の問題とかをちゃんと考えて当選すべきだと、まあ、外交も含めて目覚ましい選挙になるかもしれないですね、はい、北朝鮮の問題も深刻なんですけれども、はい、安倍総理が今一番実は取り組みたいのはこちらなんではないでしょうか、うん、こちら憲法9条の改正です。この後考えていきます。9月25日夜7時からは相撲部屋のおかみ奮闘記、相撲部屋を陰で支えるおかみさんに密着しました。おかみさんの目から涙、その訳とは。テレビをご覧の皆さん、お肌の露出が増えるこの季節だからこそどうしても紹介した商品があります。皆さん知ってますよね、巻くだけで腹筋スレンダートーン。このスレンダートーンとバランスのいい食事で杉村太蔵さんもサッカーの城庄司さんもこんなにもウエストサイズを落としているんです。この結果すごいですよね。でもスレンダートーンってちょっと高いんだよなってご意見いただくことたまにあるんですよ。そこで今回は一人でも多くの方にスッキリしてもらいたいと思い、ライトモデルのスレンダートーンフィット、こちらをご用意しました。なんと1万円を切ってのご紹介ですよ。使い方はとっても簡単、お腹に巻くだけでいいんです。巻くだけですよ。実際に使ってもらってます、どうですか。すっごい来てます、はい、普段の腹筋のトレーニングと同じような感覚です。そうですよね、腹筋わしづかみにされてる感覚ありますよね。皆さんもこのパワー感じてもらえると思います。そんなスレンダートーンフィット、お値段は9800円。でも私田中、こんなものでは終わりません。放送終了30分以内限定ですが、特別にこちら、ダイエットを美味しくサポートするパステルゼリーアイ、こちらを5食分もセットでお付けしちゃいます。この特別セット総額 13,180円のところ、なんとお値段そのままで結構です。9800円です。もしも納得いかなければ返品してもいいです。とにかく皆さん一度お使いください。私が自信を持ってお勧めするこのセット、まだ間に合います。今すぐお電話お待ちしています。お申し込みはフリーダイヤル0120-096-303、今すぐお電話ください。憲法改正が争点になる？自民党内での憲法改正論議を取り仕切る安岡本部長は、今年の6月末以来、議論している4項目については触れると、そして、しっかり具体化の議論をしている姿を国民に訴えるということですね。自民党の憲法改正推進本部が選挙公約に盛り込みたいのは、憲法9条の改正、緊急事態条項、教育無償化、参院選の合区解消の4項目です。しかし党内でもまだ議論が足りないと批判的な意見も。議論に幅があるのでね、そこで決め打ちでこうだって書くことは
党内の議論の集約の仕方としても難しいんじゃないですか。安倍総理の悲願とされる憲法9条の改正、このまま総選挙の争点となることについて外国人記者はどう見るのでしょうか。さあ、改めて安倍総理が争点としたいことをおさらいしましょう。こういったことです。憲法9条の改正、緊急事態条項、さらには幼児高等教育の無償化、そして参院選の合区解消です。なるほど、せっかく憲法改正するんだったら、総理の解散権も見直せばいいんじゃないかなと思うんですけど、安倍総理の願望としてはもう9条改正っていうのはやっぱり優先順位は最も高いです、です、海外のメディアも実は注目していまして、中国の新聞このように報じています。中国の中国新聞網は安倍総理が正式に解散を宣言へ、憲法改正は重要な論点にと、報じています。孫さん、やっぱり注目度高いですか。そうですね、やっぱりほぼ同時、日本の報道と同時にみんなパッてタイトル全部憲法のところに出してるんですね。やっぱりこう日本憲法改正するよね、することによって、特に9条を改正されることによって、軍事力をこう増強につながるではないか、これは一番中国の心配ですけれども、今年、特に今年日本 の、 その防衛予算まだはっきりしてないところなんで、も必ずたくさん増えることになるっていうのがみんな見え見えで、だからその憲法改正によって絶対にその軍事の発展につながらないようなことを望んでます。さあ、そういう意見も含めて皆さんの意見、見解を問いたいと思います。アンケートです。憲法9条の改正に賛成の方、反対の方、割れましたね。綺麗に割れましたね、ティムさん、なんで賛成ですか。現実見た方がいいです。今日本 の、 国防衛費予算は世界で第5第6番目ですね、アジア地域の中には第2位ですね、中国の次ですね。で、空母もあるし、戦闘機もあるし、大砲もあるし、もう軍はあります、ね、でもし将来はもう攻撃能力もつけても、それは防衛ですと言えるだけですね。で、核保有しても球場そのままでできることです。ということは球場そのままでいいんじゃないですか。だから意味ないんです。だからそのまま意味ない、だから意味あるものを作ればいいですよね。だから軍を認めて、じゃあその軍は何ができるか何ができないかをちゃんと国民が議論して決めるべき。ずるずるずるっと解釈拡大ではなく、もう軍を認めた上ではっきりとその制限を。イギリスで、毎日曜日男の人は槍を練習しなきゃいけない法律はまだあります。弓矢、はい、ですか、はい、法律はあります。もうやってるんですか。やってないです。球場はそういうものになりますなるほど、球場はそのままです。弓矢の練習の義務付けと同じぐらい無意味なものになりつつあると。将来の日本は自衛隊は、もうこれからまた攻撃できるのは少しずつはつけて、最終的には救助は全然意味はなくなるんですよ。なるほど。私は反対です。何ですか。第9条はやっぱり日本の最大の強みであると。強み、はい、なぜかというと日本は外交と対話を優先することを明確している、第9条ですから、もちろん私はフランス人ですので個人的な意見に過ぎないんですが、日本人一人一人本当に深く考えなければいけないことだと思ってます、第9条はこれからどうするか。ただ外から見るとやっぱり私の国も憲法の中に同じような表現があればいいなと思ってます。フランスは核を持つ国ですけど恥ずかしいことです。実はない方がいいと思います。逆に日本の憲法を羨ましく思う。羨ましいと。清水さんは、賛成ですね。で、結論から言うと、ちょっと時期尚早だと思うんですね、憲法改正が、はい、やはり日本人特にその安全保障のこととか、やはりまだ平和ボケが結構根強いと思うんですよということは有事が起きるまではやらない方がいいということですか。
それ時期早々というのは平和のうちにやっといた方がいい。もう少しやはり議論が必要だと思うんですよね、うん、ですからその法律と現実が、ね、矛盾しているとそれが非常に大きい問題なんですよね、うん、だからティムがおっしゃったように、まあ、日本は軍事費はまあ第5位、うん、ですから、まあ、立派な軍隊を持ってるんですよね。だからそれをもう認めるべきだと思うんですよね、うん、それで、まあ、ずっとアメリカ その安全保障関係を持ってきたし、うん、あとはその核の傘もありましたし、うん、それでアメリカの傾向からするとまあ、ずっとこの何十年先アメリカがその世界の警察官できないと思うんですよね。でやっぱりトランプが誕生したのはやはりアメリカもそういう戦争とかあるいは世界の警察官の役割にやっぱりうんざりなんですよ、うん、だから日本も将来やはりもう少し自分の、まあ、軍事費とかあるいはその安全保障をもうちょっと考えて、うん、やはりもっと自分でやらなければいけない時期が来ると思うんですよ。なるほど。新派さんも、賛成派なんですけど。そうですね、理想的では世界中がもう軍事を持たなければいいし、うん、世界中が核を持たなければいいですね、うん、ですから本当にカレンさんが先ほどおっしゃった通り、日本みたいな憲法が世界中であれば、うん、それはとてもいい、それは一番嬉しい話ですが、うん、でも最近の世界中の流れがもう逆流れで、世界中がどんどん核も作りやすくなって、核の能力もどんどん増えてるし、いろんな国が、まあ、北朝鮮が象徴的な問題ですが、いろんな国がいろんな変な軍事力を持っていろいろ動き出してるんですね。と本当にアメリカもその世界中の警察の立場ももうもちろんなくなってるし、でかそこで一つ日本が海外から見ると特に一つとてもまともな国じゃないかと、すごく責任感がある国じゃないかと思います、うん、ちゃんと民主主義があって、こんなもう本当に小さい問題でも首相がちゃんと責任感がある、説明責任がある、その国がもっと強くなって世界中にもっとその地政学的な安全環境に貢献すべきだと思います。ですから、まあ、短期的な、まあ、短期的というと数十年の問題かもしれないですが、世界中が軍事力をどんどん減らす流れに、うん、持っていけるために、核を世界中からなくするためにも日本が短期的に力を持つべき、特に今の時期はとてもその力を持つために憲法の改正もよろしいじゃないかと思います。でも結構9条はその日本のこそ一番日本の強みで、それ世界貢献しているのはその9条で、それで憲法と9条は混ぜちゃいけないんです。憲法を修正してもいいんですけども、9条を堅持した上で足りない部分を補って、もう古いものをこう取り除いて、それはいいだと思います。なるほど。与那さんはもう反対してる方だって僕もよく分かってます、はい、私はしょっちゅう平和ボケだって言われるんですけどね与那さん個人として、はい、賛否で言うと、僕はその今度の安倍さんの言う1項2項そのままで自衛隊をプラス明記すると、うん、こういうことについて、まあ、去年一昨年その憲法解釈をああいう形で非常に強引にね、変えてその集団的自衛権も限定付きとは言いながら今できないって言ったものをできるようにしちゃったと、うん、そういうことがないまま解釈を変更しないまま自衛隊ってものはありますよというふうに明記するといえば、僕はきっと賛成したと思うんですよね。その方がまあスッキリするよねと。だけどすでにもう憲法解釈変更しちゃってあるわけですね、うん、だからむしろ石破さんたちの言ってるようにやるんだったらきちんとした軍隊として明記するというようなことを国民に問いかけた方がそれは筋ですよ。それで国民が賛成するんだったらと、うん、まあなかなか僕は時期が早すぎるとまだ思いますけどもね。でも憲法改正って長年言われてるんですけど、しっかりした議論はあまり国会に認めてないですね。ないんですよ。日本に来て20年以上の方、うん、でその議論を見たことある人ほとんどいないんですよね。国民レベルでもほとんどその議論を見ないんですけど、宮原さんの考えぜひ知りたいです。いいお部屋にいいお食事、あ、いいお顔ですね。クラブツーリズムのご褒美旅プレミアムステージ。最前線で活躍する医師たちの情熱を追うヒポクラテスの誓い。今回は子どものさまざまな疾患に立ち向かう小児外科医に密着。9月30日午後1時からの放送です。
足の衰えに雨のエエブ。いつからかしら。おばあちゃん歩くのゆっくりだね。歩くスピードがゆっくりになったのはちょっとしたところでつまずくことがある。お母さん足大丈夫？大丈夫かしら。長い階段が一苦労になってきた。階段辛くない？大丈夫。いつからだろう。年齢とともに筋肉を作る力は徐々に衰え、80代になるとこんなことに。さあ今から始めませんか。味の素アミノエール。アミノエールの主成分ロイシン 40% 配合必須アミノ酸は筋肉を作る力と歩行能力の改善、2つをサポートします。味の素だからできた筋肉作りサポートサプリメントで日本初の機能性表示食品です。やっぱり筋肉作りって大切ですね。いつまでも自分の足で歩きたいですからね。家族のためにもずっとずっと元気です。アミノエール、どうぞお試しください。軽い気持ちで試してみたんですけど、アミノエールに出会えて本当に良かったわ。お試し6日間がお手軽な500円、500円でさらに送料は無料です。ご好評につきオペレーターを増やしてお待ちしております。お申し込みは今すぐ0120-222-649、0120-222-649まで。Eat well, live well. さあ今回は解散総選挙の、話を受けましていろんな議論してまいりましたが、ずる自己主張だとかいろんな意見が、批判的な意見がありましたけど、総理がもう勝手な判断で解散総選挙を起こすことができる、この日本の選挙制度、自分の国によりいいと思う方どれぐらいいらっしゃいますか。手が上がりません。じゃあ逆に自分の国の選挙制度の方がいいと思う方、あら、どっちも分からない方多いんですけど、清水さんどういうことですか。いや、アメリカの政治を完全に腐敗してるから、まあ、比較にならないんですどっちもどっちってことですね。いや、まだ日本の方がまだ政治が機能してます。そうなんですね、はい、なんでかんだ言って日本の政治の道徳レベルはアメリカより高いような気がしなくはないんです。与田さんちょっと首をかしげてるんですが、あんまり今のトランプさんと比較されたくないなっていうので比較にならないんです。確かに比較対象とったレベルが低すぎました、すみません。さあ来週は日本の不倫報道はやりすぎについてです、はい、外国人記者の皆さん、そしてゲストの与良政男さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは助さん、新番組水戸黄門、何でも聞きますぞ。いよいよ武田黄門の世直し旅が始まります。五郎公から目を離すな。邪魔だってはささいパナ色を持ちで、これは大事なことじゃない。いざ。10月4日水曜夜7時スタート、水戸黄門ご期待ください。静まれ各所、早くあれを出しなさい。あれですか。お出かけ前の白髪隠し、簡単ひと塗り白髪カバー。そう、思わず見つけてしまった白髪にさっとひと塗り、とにかく簡単に白髪をカバーできるんです。厄介な生え際も分け目も、数本の白髪のピンポイントカバーにも、さらに塗るたびに徐々に染まっていく優れもの。しかも白髪カバーなのに匂わない、汚れない、傷まない。その仕上がりはサラサラヘアーに、もちろん洗い流し不要。簡単ひと塗り白髪カバーは1944円のところ、なんと 22% オフの1500円、もちろん送料無料でお届け。色はソフトブラック、ダークブラウンの2色からお選びください。お申し込みは 0120-333-500 0 3 3 3 5 0 0 3 3 3 5 0 0まで。